このちょっと日2会の、うん、その今ゆきお先生の、うん、元名誉会長西村ゆきお先生とか、あの、うん、まあ、日2会の先生なんかのことで、うんうんうん、昔の、うん、あ、昔のというか先生知ってらっしゃるんです、うんうん、先生なんかのことで、なんかエピソードとかなんかあれば。もう日印会っていうとね、はい、あの篠原の王の王の親父ね、篠原の弟子、はい、海津、はい、米倉、はい、と篠原と大場さんたちの一門の方々ね、はい、まあ斉藤隆一先生もその中の一人だけど、はいはい、非常に交友が深かったね。あ、だから斉藤隆一先生の後、はい、あの米倉先生が校長になって、はい、その後海津忠先生が校長になって、はい、大場一門から篠原一門に校長が移ったわけ。あ、ね、はいはい、大場一門と篠原一門は日本の理容教育の基礎、うん、根幹を築いたんです、うんうんうん、ね、だからそういう面ではすごい、うんうん、僕らは自負がなきゃいけないんだ、うんうん、教科書一つ取ってもね、うんうん、僕は今ハヌイ行って教科書作ってくれとかどうだっていうと検定も何も全くないわけだ、うんうん、それとまあ僕、私ができるわけいかないけども、お手伝いはね、いろんな形でしていこうと思ってるんだけど、はいはい、一つも、はい、まあ、でっち、はい、それから親方という、そういうね、はい、これまでの仕組みから学校教育に変わった流れを作ったのは、まさにね、はい、大場一門と篠原一門はすごいそれに対して築き上げたっていうのを僕はすごい感じてますね。それを忘れちゃいけない。うん、だからそれがね、うん、まあ、しあのなんですね、西村先生とかね、あるいは水島修子先生とかね、はい、それからね、まあ、怖い先生がたくさんいたんだけど、吉田、ね、先生とかね、はい、もう本当にね、温厚なんだけど、はい、ある時にすごい怖いなって思いをするんだよね。あ、僕らのは、はい、弟子でも何でもない方の浩次郎の息子だからさ、にこやかなんだけど、ある時に、うん、おすごい、うん、厳しい人だなっていうね、うん、まあ、西原先生も、うん、まあ、技術論になると、うん、なかなかね、私も館長時代もそうだけど、うん、なかなかね、この、うん、あげない、うん、あんたが間違ってるみたいなこう論争になるんだけど、まあ、それはあの西原先生の斉、ね、藤隆一先生から学んだね、はい、ことをね、まあ、失礼だけど堅くなに守って、ね、それが全てだということで来られてると思うんだけど、はい、まあ、私なんかの場合は、はい、篠原の一門じゃないけど、はい、そうだな、うん、そういう固くなな部分と、を守らなきゃいけない部分と、まあいい加減な部分もあるわけだよね、こっちはね。まあそれもいいんじゃないのみたいな、ね、それがやっぱりね、はい、篠原の、はい、一門の中に、例えば、はい、米倉の系統で、早苗会ってあるよね。早苗会だってね、結構ね、まあいいんじゃないのっていうのは結構あると思うんですよ、僕は。まあ、楽しいものいいんじゃないのとかね、はい、あると思うんですよ。そこがちょっとね、うん、カラーが違うかなっていう感じがしたね、うん、カラーがね、うんうん、それはいいとか悪いじゃなくてね、うん、やっぱり篠原のカラーは結構ね、うん、固くなな部分もあったかもしれないけど、それよりもこうね、うん、早苗会なんかは海外にね、いろいろ視察行ったりね、環太平洋とかね、そうですか、ブラジルとかね、早苗、はい、会って結構海外行ってたんですよ、親父の頃ね。あ、そうですか、うん、だからそういう面じゃ昔から、はい、要するに海外の血をこう受けるなんていう方向性はあったような気がするね。西島先生とかなんかもうヘアスタイルもビシッとしてるしね。してましたね。ああ、もう全部そうだよね。それはね、紳士だったし、整然としたし、毅然としたし、隙がなかったし、そういう印象だね。大先輩たちと僕は話しすることはほとんどないんだけど、でもそういうね、西村先生ぐらいかな、私が館長させていただいて、ニューヘアとかなんかで言うと、そういうのと違うんだよとかって、うんうん、床に水平なんだとかね、なんていうか、いろんなこと言われてね、はいはいはい、あ、そうですかとか言って、そのあたりこだわって、こだわってましたよ、はい、ああ、はい、と思って、はい、ただ
なんていうかな、もうちょっとね、はい、こっちの話も聞いてほしいって思った時あるよ俺正直言ってそうですいやいや、それはあった、はいうん、でもそれはそれぞれのカラーだからね、はい、いいとこ日議会にとかまた日議会の会員にとかちょっとなんかアドバイスしていただけるようなことがあれば。最近日議会はあの中央から離れちゃってるのですごく残念な気がしますよね。今さっき言ったように、はい、教育の根幹を担ってきた自負があったと思うんだけど、はい、それがまあ堀先生がね、はい、そのまあ最後の絆みたいなもんで、はい、残念ながらね、はい、それすらもね、はい、消えてしまうと、はい、学校教育の中の、はい、まあ、日議会系の色がねどんどん薄くなっちゃうな、はい、まあ、もちろん社内系の会計の色もね、はい、そういう会計ってのは良くないかもしれないんだけど、伝統とかさ、はい、受け継ぐってことはさ意識してるんだよね先輩をね、僕らはね、はい、だからね日議会はね僕今変わろうとすごくしてるような気がしますよ。あ、はい、うん、はい、まあ例えばシェービングの手腕、はい、何にしろね、はい、もう僕なんかもうシェービングの教科書の、まあ、原稿頼まれて、はい、過去のいろんなものを見て、はい、ね、なぜこの順番なのかとか僕もねいろいろね研究させてもらったんだけど、うん、やっぱりそれなりにいろんな体験もできてるしね、うん、僕はすごいと思うんですよ、うんうん、ただね、こうそのいろんな変化ね、うん、変化というのはね、うん、このまあ、先取りするっていう方向じゃないんだよな、どっちかというと、うん、変化を、ね、後追いするっていうタイプに見えてしまうので、うん、僕は社内会でも日議会もそうなんだけど、やっぱり伝統あるところは、ね、うん、その伝統からね、うん、私も伝統と革新って言ってるでしょ、はい、やっぱり伝統と、ね、革新はね合わせ持ってないきゃいけないと思うんですよ常に、うん、伝統があってっていうのは大事なんだけど、そこに革新があってこその伝統だという、はいはい、思うんですよね。自分はまあ100年企業を目指してるとするとやっぱり今のままではいけないと常に思ってるわけじゃないですか、はい、今のままだったらいけない、はいはい、じゃあ一体何が今足りないのかみたいな、はいはい、自問自答してるわけじゃないですか、うん、でも多くの、 企業っていうのはすごい創業者がずっといるとね、うん、ずっといるとねその創業精神を固くなり守りすぎたためにね、うん、革新を、うん、できなかったとか、うんね、そういうことも起こりうるでしょ、うんうんうん、だからやっぱりそういう面では、うんうん、日議会に期待するところは、すごい優秀な人がたくさんいらっしゃるので、そこら辺をね、だから日議会で活躍してると結構世界にとか外に出た人が活躍してると思いますよ。逆に日議会のメンバーなんだけど結構外に出る人かな、殻を破った人の方が日議会に元々の精神を持ってるわけだから。なんかそんな感じがね、当たってないかもしれないけど、うん、まあ外から見てね、うん、期待しますよ。会員はね、はい、どこの団体も減ってますよ今。そうですか。だって若い人いないんだから。